ようございます。カモンマテリアル。はい、マテリアルの坂部五郎です。カモイの優雅です。よろしくお願いします。はい、この番組は、さまざまな可能性のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェ、マテリアル谷町の、可能性を発掘するため、はい、に配信している番組でございます。はい、はい、ということで、カミカミでやってますけども、今日はですね2月の27日ということで、はい、はい、2月最後の配信です。はい、そしてなんとなくちょっとね、はい、あの絵が違うなってあのすごい気づいてる人は気づいてると思うんですけど、もう全然違うでしょうね。もう絶対違いますね。はい、あの全然すいません、私がカメラ持ってきてません。いやいや今日から出張でいろいろとバタバタしてたら、はい、忘れてしまいましたって。ということでいつもと違うカメラで回してますんで、はいはい、こんな感じでございますけども、はいはい、ついに27日というかもう、ね、最後の2月の最後の早いですね。早いですよね。そして、ね、今日がね39回目なんですよ。おサンキューです。サンキュー。これグッドやんか。ちゃうやん。後ろの色も違うんですよね。そうなんですよね。ちょっとね、いろいろと変えていってますけども、はいはい、もうなんだかんだ言いながら1年ぐらいやってるんですよね。だからそうですね、はい、これの前にまだ7回プラステスト配信やってるんで、はいはいはい、そっちは生でやってましたし、何やろうかみたいな。何やりましょうとかで番組のタイトルも決まらんままずっと7回ぐらいやってて、ね、実際には47回目なんですよ。はいはいはい、ということでもう約1年ぐらいやってる感じになるんですけど、そうですね、皆さんに何かが届いたのかが届いてないのかっていう感じですが、はい、緊急事態宣言があと10日で、はい、そうですね、予定ではあと10日で、はい、もっと早く解除されてるのか、はい、どうなのか、そうですね、ちょっとまだ実はこの段階では分かってないんですけどね、はいはい、ひょっとしたらもうすでに解除されてるかもしれない。されてる可能性はありますけどね、はい、月内いっぱいとかでね、はい、解除されてたりとかするとまたいろんな活動ができるんじゃないかなと思ったりもするんですが、実感がねなかなかね、そうなんですよね、解除されてもなかなかこう長くなるとは限らないので、はい、うん、そうですね、気は引き締めとかなきゃいけないんですけど、そうですね、ただできることのね可能性がどうしてもね狭まっちゃうので、はいはい、早く開けてくれないかなと思ってるんですけど、はい、じゃあマテリアルもあれですかね。そうですね、もう開けたらですけどね、うん、開けたらまあ週末中心でまたね上映とかを中心にやっていきたいなと思っているので、うん、はい、一番本当に上映がしたいです、映画の上映したいなと思っているので、まあ、そうですよね、もともとここムービーズカフェなんで、そうですね、ムービーズカフェがムービーを見せなかったらどないすんねん的な感じは はい、あると思うんで、まあ、いろいろできたんでね、あそうですね、可能性は本当にライブ配信もできましたし、そうなんです、そうなんです、はい、まあ、言うと、まあ、マテリアルも、ね、毎朝配信、はい、ライブ毎朝ライブ配信、今何回目でしたっけ、27日時点では、はい、多分260回目ぐらいになると思うんです、ね、おーすげー、それぐらいに来てますね、はい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 、毎朝ライブ配信ね、そうですよね、もう半年以上続けてるってことですね、そうですね、はいはい、もう喋り出したら長くなるんで、うん、20分ぐらいで終わらそうと思ったらいつもね30分くらいですからね、ね、そんな感じですよね、はいはい、という感じで続けてますので、皆さんまたね、はい、もう本当このタイトルがそうなんでカモンマテリアルですから、はい、皆さんぜひこのマテリアルに来ていただいてね、はい、いろんな可能性にチャレンジしていただければなと思ってるんですけども、はい、で今日もですね、はい、ある意味そのマテリアルの可能性のチャレンジという意味では、はい、本当にチャレンジングな挑戦者が、はい、来てるんですが、めちゃくちゃチャレンジングだと思うんですけど、はい、ムービーズカフェなんですけど、はい、ムービーだけじゃなくてね、ムービーの中には映像だけじゃなくてね、はい、音楽とかも入ってくるということで、はいはい、今日はなんと音楽の方で挑戦者が、来てくださってます。もう僕ねずっと待ってたんですよ、はい、早く来てほしいなと思ってたんですけど、はい、1回目の生配信の時にはチラッと出てくれてるんですよ ね、 あ、息子と一緒に、そう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 、はい、やっと生がやってきました、はいはいはい、配信してる状態ではもう生ではないんですけど、はい、我々は生で久々に会うという感じなんですけども、ね、早速お呼びしてみたいと思います。はい、はい、シスターKさん、はい、はい、どうぞ。はい、ということで、シスターKさん、こんにちはというか、おはようございます。おはようございます。はい、はい、はい、久しぶりやね、久しぶりやね。うん、多分ね。ね、だいぶ久しぶりよね。だって、1年前のライブ配信の時も、家やったやんか、あの時。家やった。ね、家のあの1階の時。あれは合ってるのカウントはなし。合ってる、合ってないやん、あれ。あ、そうか。リアルでは合ってないやん。あ、そうか、そうか。そうそうそう。だから多分、ほんまに1年以上合ってないよね。
もうあれカウントしなかったらもうその前の記憶ないよね。もうないよね。で多分ここになんかあの映画見に来たかなみたいな時に大谷が最後なんでしょ、ひょっとしたら。え？あ、ちゃうわ、俺一回あれやわ、あれ言ってる、オーガニック言ってる、オーガニック言ってる、その後だった、そうそう、その後、そう、行って言ってる、そうそう、南堀江でね、いや全然覚えてない、年に4回やってあるんですよ、オーガニックってね、すごいイベント、また言ってそれにね、僕はカレー目当てで行くんですよ、ね、そうそう、めっちゃカレー美味しい、美味しいカレー、ケンさん作ってるカレーがね、オーガニックのね、はい、そうです、そうです、それをいただきに行ってたんですが、はい、まあ、それはさておき、さておき、はい、今日はですね、挑戦者ということなんですけど、挑戦者やったんやまずそうそうそう、あのね、このコーナーはこのプレゼンありかなしかっていうタイトルなので、プレゼンテーションをしてもらって、で、はい、後ろでほらほらくるくる回ってください、え、おさかべさんがすんの、おさかべさんだけじゃないけどね、あと2人、あと2人入ってくる、3点に、はい、マジで、はいはい、で、今日は歌をプレゼンしに来てくれたということなんですよねいやもうオファーが雑すぎた、いや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 、なんでやねん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 、さっきも聞いとったけど、うんうんうん、やっと来てくれたって言ったやん、うん、いや、やっと声かかったね、逆に言うたら、いや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 、めっちゃ忙しそうやって、めっちゃ丸く収めとって、めっちゃ忙しそうやって、かかってへん、かかってへん、やっととか言ってるけど全然あのテレビ電話からかかってへん、いやこれは言わなあかんって、あの子でちょっといや私のせいじゃないわこっちやろと、いや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 、まあ、なかなかねなかなかね、ほら俺も気遣ってんねやんだから、気遣ってんの、こっちへ来たらな、そうやな、そうやな、そうやな、あの彼女とはね、要はね、一作目の太陽のドロップキックを作るのを一緒に作ったんでね、そうなんです、彼女のお家が、撮影基地になって撮影隊みんなそこ集まってそこから撮影しに行くっていう、マッサーな場所でめちゃくちゃ楽しかった、お家が基地になってやってたんですけど、そうです、ね、毎日誰かおるから、そう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 、朝7時半になったらみんなゾロゾロやってくるから、ね、泊まってる人もいる、そうそうそう、泊まった泊まった私最後泊まりました、はい、はい、楽しかったですね、あれはしないの、もうやりたいね、やりたいね、あでも、うん、私の周り最近見たいなっていう人が多い、あ本当に、そう、あまたじゃあ上映会やりましょう、やりましょう、ね、呼ぶ、みんな呼ぶ、うん、ね、またこのマテリアルでやろう、やろうやろうやろう、はい、あ、はい、やろうやろうって言ってる丸が出てますからどうなったんじゃんそういうこと、そういうこと、え、プレゼンやろ、いやいや、プレゼンやけど、プレゼンはあなたの歌ですから、今日は、あ、そう、で、あれなんですよ、ね、キャラじゃない、で、このバッジのやつがね、そうそう、今日歌う一曲がこれでしょ、一曲、そう、なんかプレゼンってよくわからないけど、うん、プレゼンテーション、そうやな、うん、そんなん分からへんから大学とかやめたんやけどいやでもこの歌が実はすごい歌なんですよね、すごい歌なのかな、ドンペンっていうジャマイカ の、うん、あのアーティストがいて、その人の歌を、うん、あの和訳して、そうそうそう、でジャマイカで、の作ってもらって、 でそしてそれがレコードになっちゃったレコードCD じゃないねどうやって聞くねってみんな思ってるんだけどみんな思ってるんだけど俺もとりあえずアマゾンでプレイヤー買わなあかんわと思って準備してるんですよ、でも買ってくれたお客さん結構おる、ありがとうございますって、私はあ、プレイヤー買わなあかんって漏れなくプレイヤーまで販売してるっていう、なんか私プレイヤーをちょっと売った方が良かったかな、その方が良かったんちゃうと思った、だってあれレコード1500円やんか、そうそう、プレイヤー1万円は最低する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 、めっちゃ申し訳ないなぁ早に前作らなあかんわ買ってくれるやったら早しないレコードはい、ということで皆さん今からですね彼女が、まあ、プレゼンということで歌を歌うんですけども、その歌1曲目ですね、1曲目の、ね、ナイトアンドデイという歌が、このレコードになってますんで、聞いたらね皆さんプレイヤー買って番も買わないといけないという感じになりますんで、ぜひですね聞いていただいて、どんな歌か聞いていただいて、ね、聞けない人はこれあげるなんかアクセサリーアクセサリーとしてねということで、そろそろじゃあ歌の方へ入っていただきたいなと思いますので、はい、じゃあよろしくお願いします、よろしくお願いします、よーいスタート。 This is the Sistake Original Story、普段はレゲエを歌ってるんですけど、今日はウクレレ一本で急遽参加なんですけどね、プレゼンということで。
プレゼンがいまいちわからないので歌のプレゼントをしますね。2月14日に7インチが出たので、その曲をアコースティックバージョンでやった後に、カムイで、昔映画でね、太陽のドロップキックっていう映画があったんですけど、それの主題歌の Just Like You を、アコースティックでやって、10分以内にできるかなっていうのをやってみたいと思います。時間が一番苦手なのでね。 All right, sing it now。Yes, I see. This is a night and day. Ba la 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 la. Ba la la.Night and day
night and day。 あと5分。なかなか結構1曲で5分かかるもんやね。いや、時間に迫られるってこんなに焦るんやってこれからオファーのかかってきた人はもう要チェックですよ、これ。10分で絶対セットしたから、8分でセットせんと間に合わへんっていう助言をして、もう一曲プレゼントします。プレゼンは苦手やからギブはいいけど、ギブアンドテイクやけどね。 Alright、 次は Just Like You、大事な人を思い浮かべて聴いてくれたらいいなと思います。いきます。Thank you。
ってるので、今の地球を向き合ってね、ここで自由にみんなで生きていきましょう。 Give thanks, come entertainment。 そしてマテリアルありがとうございます。プレゼンどうやって終わったらいいかわからない。 Yes, I said this is the sister game。 Thank you for listening。 はい、ということで、はい、ありがとうございました。いや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 、久しぶりに聞いたけどやっぱりね、大丈夫やった？え、大丈夫大丈夫大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。はい、ということで、皆さん、準備よろしいでしょうか？はいはい、もう大阪のサンダーもらってるから、いやもう大丈夫はい、それではいきます。はい、このプレゼンありかなしか判定。やった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 まあまあ、そういうこともね、いずれはやりたいなと思ってるんですけど、ね、はい、全然違うジャンルにやって罰もらっても、はい、でもあれやろ、なんかこの後ろに座りたいの、自分座ってみたとりあえず今からまた別のコーナーやるんで、うん、その時後ろ座っといて、とりあえずはい、ということでどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、ではあゆみ、はい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 、メディアルからのお知らせです。はい、はい、いつものようにです。はい、はい、してますよ。行きましょう。はい、大阪城のあたりを皆さんでね、はい、5キロから6キロぐらい走っておりますので、はいはい、ぜひお越しください。はい、はい、お時間が18時から、はい、お店で入ってもらって、はい、そう19時から走り出しますので、それまでに着替えて今日油断ならんだ。今日油断ならんだ。後ろが油断ならんだ。はい、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 ぜひぜひお越しください。はい、参加費無料となっておりますので、はい、はい、お願いいたします。はい、今はこれだけなので、はい、はい、またホームページの方に、ね、はい、りますので、ね、またムービーズカフェね、はい、ムービーズカフェに、ね、なっていくと思いますので、はい、はい、またよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ帰りまーす。はーい。やった、春屋はい、高橋さん、はい、おはようございます。シネマトゥーの高橋です。シネマトゥーのコーナーです。急がなかった、怖いなと。やっぱりね、なんかね、今日音楽したらよかったですね。ああ、そうやね、音楽を予定、音楽映画を予定したんですけど、いろいろ事情がございまして、ああ、事情がね、事情があるんですよね。今回でございますね、はい、今日から公開の、はい、九条でシネルームのね、公開の、はい、これも監督に任せます。はい、はい、岩手県に取材する、はい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 、交流ポスト、はい、で、の話ですね。これ見にくい、はい、30分短編ね。はい、そうですね、ですけども、はい、はい、どんな映画ですか？うん、俺準備してへんやん、それも、はい、被災地で起きたね、そう話でね、被災地でというより、これ実は被災、うん、主人公がいるのは被災地じゃないんですよ、はいはいはい、いわゆるそのこれ東北 の、うん、10年前の震災の、はい、ことをテーマにしてるんですけど、はい、その東北に行ってしまった友達が、それが10年前、はい、10年前の3月11日の時に、うん、その親友だった人が、はい、その東部にいたわけですよ、はい、でその人からの電話を、ね、はい、かかってきたのに出なかったんですよ、うんうん、で出なくて、はい、次その震災で彼女がもう会えないということが分かって、はい、でそれ以来ずっとあの電話に出なかったということにものすごい罪悪感を持ってらっしゃった女性が主人公なんですよね。で、まあ2人の間で交わされてたそのタイムカプセル、うんうん、埋めてたタイムパックカプセルっていうのがたまたま、何十年ぶりに出てきたんで、そのタイムカプセルの中にあった手紙をですね、この漂流ポスト、これ実在するんですけど、お前
が届くって言われてる、そうそうそう、思いが届くと言われてる漂流ポストのところに、はい、その手紙を出しに行くというのが、まあ、大きな数字だったんですけど、はい、30分ですからね。そうです、今のとほとんどまあ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 、はい、まだでもだいぶ喋ってないのがいっぱいあるんです、はい、ね、これが、ね、今日からね、はい、九条のシネルーゴさんで、はい、大阪専攻で公開です、はいはい、で3月1日から福島の方でやって、はい、あと京都とか東京で今でね、盛岡が3月までだからやる、本当に、はい、あの東北の震災をテーマにした映画なのに、はい、なぜか大阪のシネルーゴが一番最初に乾きるということで、実は私あの取材に出していただいて、ね、あの監督ともお話しさせて、ね、IIの方では、平和マーケットの方では来週ですかね、はいはい、監督のインタビューというか、はい、電話中継ですね、電話中継監督を出るのに私は悪いんですあの電話で中継なんか初めてのことやりますよ ね、はい、それも合わせて、はい、聞いて、あの、はい、連動しております、はいはい、ね、そのポストで今電話が出てきましたけどね、ヌーボさんで、はい、ちょうどこれ3月6日から公開が、はい、上映されました、これ去年の映画ですね、はい、諏訪監督の、作品ですけど、はい、風の電話、これは今度は、はい、あの電話をかけると、はい、死んだ人と、はい、亡くなった方と話ができるという、はい、言われてる方法ですよね、はいはい、これだから震災で、少女がおばさんとこが広島なんです、広島に行っててやる、今度広島のおばさんも亡くなっちゃう、これ監督が広島出身やから広島、はいはいはい、世界と元浦瀬里奈さんね、はい、なんですけど、それがその方がもう一回自分の住んでたところへ戻るっていう、ちょっとロードムービー的な話で、でもヒッチハイクみたいなことをしながら、うん、いろんな人があって、うん、いいのかいでね、危ないのかないのかいって思いながらね、うん、まあ、出会った人が西村さんっていう方とかね、西田敏行さんとかすごい、そう、その行った、はい、行ったところでこの、三浦友和さんとも世話になって、はいはい、いろんな方に世話になりながら、はい、最後この電話に行くっていうことなんですけど、ロードムービープラスなんかその、じわっと、はい、震災を考えるっていう、はい、その元に戻ってからあの、うん、被災地に戻って東北に戻ってからの、うん、またエピソードもちょっとじんと、はい、なるほど、ちょっとまあロードブーズは何でね、まあ、何をちょっと人間の心っていう触れ合いを描きたかったんですけど、うん、でところどころそうなりながら、でその西島さんにも自分の東北が出たんです、あ、そういうところもちょっとみんなこう目的がそういうのがあって、これちょっと見ていただきたいんですけど、漂流ポストから風の電話、はいはいはい、見ていただきたいと思います、はいはいはい、よろしくお願いします、はいはい、はい、ということでエンディングでございます、はい、はい、なんか今日もすごい駆け足ですねそうですね、なんか時間はいつもよりかかってるはずやんけど、めっちゃ駆け足ですね、やっぱ生ライブいいですね、はい、いいですよね、いいですね、いいですね、やっぱね、まあ皆さんは残念ながら、はい、映像を通して、ね、はい、聞いていただいてる感じなんですけども、はい、ちょっと明かりも作りましたからね、うん、ちょっと明かり作って、そう、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、実はだから、うん、彼女の歌のプレゼンでもあるんですけど、マテリアルの明かりのプレゼンでもあったっていう話もあるんですちょっと軽めでしたけどね、はいはいはい、軽めでしたけどもあんなこともできる、はい、なので本当にね、いろんなことがここでやろうと思えばできるので、はい、ぜひ活用していただければという、はい、何でもできますよ、何だったらあれですもんね、本当にここをスタジオにしてここから配信っていう、もう全然できますよね、配信用のスタジオとして、はい、ステージをここにという感じでも全然使えると思うんで、ぜひいろんな形でね使っていただければと思うんですが、はい、さて、今日はですね、いろんなお話をするよりもですね、はい、なんとですね、いつもエンディング僕らがこう喋ってる間、はい、本当はバックでこの彼女の、はい、嫌われ者のあなたへっていう曲が流れてるんですよ、はいはい、で流れてるんですけど、はいはいはい、今日本人おるから、あ、なるほど、本人おるから今知った本人に歌ってもらおうと思いますんで、はいはい、歌いながら喋ってもらって、あ、いいの、いいの、いいの、もうそれでしょ、いつも、はいはい、そうです、そうです、どっちがかはい、はい、すいません、じゃあよろしくお願いしますお願いします、はいはい、うん、はい、いやでもこの歌ね、はい、本当にコロナの、いや嫌われ者のあなたへっていうタイトルなんですけど、はいはいはい、これ本当嫌われ者って誰って言ったら実はコロナウイルスのことなんですよ、新型コロナウイルスのことなんですよ、うん、だからなんていうんですかね、まあ、コロナって確かに嫌われてるじゃないですか、うんうん、実際でいろんな、まあ、悪さをしてくるんですけど、はい、ただ多分コロナウイルス自体は別にそんなつもりないんですよね、多分、ね、何かしらで生まれてきた、そう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 、だからただその
コロナウイルスが出てきてくれたおかげで、まあまあいろんなことに気づけたりとかするよねっていう、そういう感じ。まあでも時代は大きく変わりましたよ ね、うん、なんかね、いろんな波がね、だから変わったという感じですね。決して憎んだり嫌ったりっていう話じゃなくて、うん、まあ、まあ、感謝の気持ちを伝えよう、はい、そういう感じの、はい、歌なんですけども、はい、聞こうか。忘れてた感情を気づかせてくれてありがとう。気が去らないで、これ以上まとめないで。一番大切なことは何をする、何をしたいじゃなくて、誰と支え合い、助け合い、愛し合いたいのか。そんな当たり前のことを忘れかけながら過ごしてた毎日に、神様からのお告げ、もっとシンプルに、太陽を浴びて風を感じて、日はまた昇る、沈んでも月があなたを照らす、今を生きる、君と生きる、気づかせてくれた嫌われ者のあなたへ、ほんの少しありがとう、嫌われ者のあなたへ、ほんの少しありがとう。I wish I would not be near them forever. The crystal cool as the blue sky. Bright, bright, a beautiful sun. I'm just waiting to be by your side. Thank you for everything. Anytime, any days, anytime, any days. I wish you would give me happiness. Everyone.Give it down, 全てのものに感謝。 Give it down, 全てのものに感謝。 見てくれてるみんなにも感謝。 マテリアルかも絵にも大きな感謝を、感謝、感謝。エンディングマイク渡します。バイバイ。バイバイ。